金沢、石川の金沢のゼニアさん、まあ、おすすめというのもすごくおこがましいんですけど、あの高木さんというあの主人がいるんですが、すごく日本料理の方なんですけど、仕事に対する姿勢とか人柄とか、あの食事は私は1回しかしてないんですけども、なんか非常にこうなんか日本料理の枠をすごく超えて世界で活躍されてらっしゃるので、まあ、そういうこう大きい動きもしつつ、ちゃんと自分でこう調理場に立って、まあ、人をもてなしたり、まあ、英語も堪能なのでこう外国の方ももてなしたり、すごくこう心というところが非常にこう 見習わなきゃいけないなと、あの本当に思ってます。僕が食べてすごいなと思ったのは、油の使い方が日本料理の方にうまいな、うまいなっていうのもちょっとあれなんですけど、チーズちょっと使ってみたりとかっていうのが、あ、なんか寒いとこならではの使い方なのかなと。あとは海外にやっぱり行ってらっしゃるので、とらわれてない感じですね。そうですね、一つのことにとらわれてない、こう今までの日本料理と、まあ型はもちろんしっかりしつつ、型破りというか、でも行き過ぎてもなくっていう、そういうところは自分たちの料理に、僕もなんかそこを目指したいなと思ってるので、あのすごく参考にというか、まあ、まずは、はい、あの人を隣をこう尊敬してます。カニ、あ、私が言うかもしれないですけど、カニがすごい香箱ガニ、香箱ガニ、なんかすごくシンプルなんですけど、難しいことが多分きっと、まあ、多分そこは 業界というか違うのでわからないんですけど、でもそのなんか全てですね、その、はい、姿勢とか店構えとか、なんかその器もそうですし、はい、うん、純粋にその食、金沢の美味しいものを食べたい時にはあの行くべきところなんじゃないかなと思います。例えば外国の方を日本らしい料理屋さんにもおもてなしするときとかは絶対いいと思います。うん。